どうも、モリリンです。今回は、ハロウィン復刻が来たということで、イベント、調整後の性能について紹介します。調整前も十分強力で、ステータスの影響で火力は劣ってましたが、今回の調整でモノクロシーフ同様に強化されたので、かなり使いやすくなりました。個人的に性能も衣装もいいなと思ってたので、課金向けではなく普通に復刻が来てよかったです。では、早速紹介していきます。まずは、イベントについて紹介していきます。前回のモノクロシーフ復刻同様に、ストーリー、バトル、チャレンジがあり、ストーリーは強化されたハロウィン衣装の性能を体験できます。バトルは3ステージあり、1日に1回しかクリアできません。チャレンジは高難度の割に、報酬はあまり美味しいとは言えません。確か、限定ガチャチケの代わりに、交換アイテムが大量にもらえたはず。前回同様にポイント報酬、交換ストアがありますが、報酬はそこまで豪華ではないです。まあ復刻のおまけって感じですかね。天下不魔コラボのデイリーと、復刻のスコア集めでスタミナが厳しいとは思いますが、やっておいて損はないので毎日やっておきましょう。イベントについてはこんな感じです。続いて、衣装について紹介します。今日の唇の色が好きなのか？じゃあ、あそこもこの色で染めてやろっか。まずは、前回の配信の時によく見たカケアの紹介です。こちらは攻撃タイプで、うまいこといけば敵全体にめまいを付与でき、一方的に攻撃することができるためかなり優秀です。まず通常攻撃は、調整前と比べると数値が50、攻撃力パーセントが20増加してダメージが上昇しました。攻撃力依存の単体攻撃で、攻撃した相手に2ターンのマーキングを付与します。4突で通常攻撃が進化し、攻撃力パーセントが50増加します。マーキングの効果って何なんですかね。そもそもデバフなのかそうじゃないのかもよくわかりません。わかる方教えてください。続いてスキルは、調整前と比べると、数値が50増加します。こちらは攻撃力依存の単体攻撃で、攻撃後マーキングされてるすべての敵に 30% の確率でめまいを付与します。貫突でスキルが進化し、攻撃力パーセントが50増加します。めまいの確率は 30% のままなので、付与できる確率は低いですが、付与できたら高難度でも十分戦えます。続いて、必殺技は調整前と比べると数値が50、攻撃力パーセントが50増加します。こちらは攻撃力依存の単体攻撃で、2ターンのマーキングを付与し、攻撃後、マーキングされた敵すべてに 30% の確率でめまいを付与します。スキルと確率は変わらないので正直微妙な感じがします。二突で必殺技が進化し、めまいの確率が 20% 上昇します。めまいの付与確率が 50% になって、かなり強化されましたが、他の攻撃タイプに比べるとちょっと弱いと感じます。むしろ他の攻撃タイプが強すぎるのが悪い。専用武器は攻撃強化で、必殺技のダメージが 30% 上昇し、敵全体にマーキングを付与になります。そのため、必殺技を使えば 50% の確率で、すべての敵にめまいを付与できる最強武器です。専用武器は必須なので戦力として使う場合は、キャラを3突、専用武器を入手しましょう。使ってみた感想として、結構めまいが付与できるので強いですが、無突で使うのは厳しいと思います。相性のいい組み合わせとして、通常のルーフが一番合うと思います。ルーフもマーキングでダメージが増えたり、自己回復できるのでおすすめです。残念ながらこのアカウントは通常ルーフ持ってないのでお見せできませんが、かなり相性がいいので持ってる方は試してみてください。性能はこんな感じです。衣装面は遠目で見たら赤い衣装ですが、近づけるとかなり血まみれです。この衣装考えた人狂ってる。多分モチーフは吸血鬼です。個人的には嫌いではないですが、好きでもないです。演出の時にちらっと見えた背中のトゲトゲしいバラはいいと思います。以上、カケアの紹介でした。続いてはこちら。エロス様、何か私にご用ですか？あ、まさか。
エリンの紹介です。こちらはサポートタイプで、沈黙と盲目を付与し、敵のスキル、必殺技を封じることができます。まず通常攻撃は、調整前と比べると数値が30、攻撃力パーセントが20増加します。攻撃力依存の単体攻撃で、50% の確率で2ターンの盲目を付与します。盲目は、50% の確率で攻撃が失敗します。ボスにも通用すればかなり強いと思います。4突で通常攻撃が進化し、攻撃力パーセントが50増加します。もともと攻撃力は高くないのでダメージは期待できませんが、サポートタイプなので仕方ないです。続いてスキルは、調整前と比べると攻撃力パーセントが20増加します。攻撃力依存の全体攻撃で、攻撃した相手が盲目を持っていた場合、2ターンの沈黙を付与します。沈黙は、付与されてるキャラは通常攻撃しか使用できなくなります。全体攻撃なのでダメージは低めですが、盲目プラス沈黙でかなり動きを封じることができます。2突でスキルが進化し、自キャラが回避に成功した時、そのキャラに2ターンのシールドを付与します。シールドは、そのキャラの最大 HP 20% 分のシールドがつきます。敵の妨害もできて、味方のサポートもできるのは強いです。続いて必殺技は、調整前と比べると攻撃力パーセントが20増加します。攻撃力依存の全体攻撃で、敵全体に2ターンの盲目を付与します。無突でも攻撃力の 100% 分のダメージを与えるので、十分強いと思います。貫突で必殺技が進化し、攻撃力パーセントが20増加します。さらに高いダメージを出せるので、雑魚処理にいいかもしれません。必殺技を使ってからスキルを使うと盲目、沈黙両方とも付与できるのでかなり強いです。専用武器は、必殺技のダメージが 15% 上がるのでさらにダメージを出すことができますが、素早さ強化なのでそこまで必須ではないと感じます。攻撃強化の武器で、すべての技の威力を上げた方がいいかと思います。性能面はこんな感じです。使ってみた感想として、相手の行動を制限できるキャラとしてはかなり優秀です。調整前だと現環境で使うのは厳しい感じでしたが、調整後は闘技大会や尽力大決戦で使えると思います。貫突の SR に比べたらステータスで劣りますが、全然無突でも活躍できます。相性のいい組み合わせは、音楽祭のウサギの舞、エリンと組むのがいいと思います。ウサギの舞のエリンは、沈黙を付与されてる敵に応じて必殺技の回数が増えるので、実質全体攻撃にすることができますよ。もしくは、回避軸のスザクオリアナと清流エリンと組んでもいいと思います。衣装面は、メタラビと似ていてメカっぽい感じがいいです。モチーフは魔女で怪しげな瓶もいいし、腰のひらひらも形がかっこいいと思います。今回の復刻は、エリンだけでも入手しておいて損はないと思いますよ。ただ、次にクリスマスが来るのでそっち引く方は、今のうちに推奨と限定ガチャチケを貯めておきましょう。以上、調整後のハロウィン衣装の紹介でした。いかがだったでしょうか？よかった、参考になった、と思った方はぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いします。あと、前回の配信まだ見てない方はぜひご覧ください。かなりおかしな神引きをしてるので結構面白かったです。ちょっと雑談タイム。あと入手できてない衣装は、水着イネース、水着美咲、水着エリンの3体となりました。初めてからもう少しで1年経ちますが、ここまで集められたのはかなり良かったと思います。まだまだ始まったばかりですが、ぜひ応援お願いします。では、また次回。バイバイ。